SUV のあるべき姿を追求した新型ラブ4、数多きライバルへのアドバンテージはどこに、新世代 SUV の実力を番組で切る。新車ファイル車の壺、今日はね、トヨタラブ4ですけれども、まあ元祖乗用車ベース SUV とも言うべきね、うん、まあ、なんというか当時僕がね初めてラブ4見た時、僕は違うメーカーのもうガチガチの黒缶四駆に乗せたわけですよ、うん、すごいイメージ鮮烈だったんですよね。そうでしょ、初代が出たのが94年なんですけど、うん、まあ、当時SUV とかね黒缶って言われてたものってもっとねあのヘビーデューティーでごつくて、うんうん、そう、あのオフロード走れるけど街にはねっていうような、まあ、感じがあったじゃないですか。ありました、ありました。でね、そこにラブ4はあの乗用車のプラットフォームを使ってこういう車を作り上げてきたというね、まあ、まさにそれはあの革命的なことと言ってもいいと思う。というのもその後ねあのラブ4みたいな車ってどんどん出てきたわけですよ、うん、まずトヨタがあのプレミアムなハリアっていうのを作ったでしょ。さらに海外のメーカーは、うん、今プレミアム SUV って海外のメーカーいっぱい作ってるじゃないですか、うん、メルセデスも BMW もポルシェも、はい、それもね元を正せばこのラブ4、初代ラブ4の子孫みたいなね。そうか、うん、あの人たちもみんなこの先に出てきたわけですよね。そうそう、そう考えるとすごいんですね。トヨタって意外とね、うん、革新的なことはやらないってイメージがあるじゃないですか、うん、でもねたまにそういうねすごいことをやるんだよね、うん、でもそうなってくるとねライバルがかなりランクアップしてきただけに気になりますよね。このニューモデルはもちろん、うん、あのプレミアムなものもあるしね、うん、もうすっごい速いのもあるし、うん、あるし、そんな中でこの新型のラブ4っていうのがどういうことをね、うん、我々にこうもたらしてくれるのかっていうね、そこら辺興味あるよね。興味ありますね、うん、今週はトヨタラブ4ですね、はい、うん、なんかよく見る形なのにそんなに元祖、うん、っていうのすごいびっくりしました、ね、あのねこのラブ4ってね実はもう世界で30万台年間で、うん、売るっていうものすごい量販モデルでね、だからもう日本でも当然よく見るし、うん、海外に行くともっとよく見るかもしれない。そうですか、うん、あらそれ10年以上やってんだもんね、うん、じゃあそろそろツボは決まったようですね、はい、それでは車のツボスタートです。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。では早速お二人のトヨタラブ4の新車のツボを発表していただきましょう。まずは岡崎さんからジャーナリストとしてのツボの発表お願いします。はい、今回私は元祖乗用車ベース SUV、 さっきも言ったんですけどもね、この乗用車ベースの SUV としてはこのラブ4が世界で初めてと、で今回まあ3代目になるわけなんですけれども、まあ、この SUV のあり方もねどんどん変わってきてるんじゃないかなと思う。その中で、まあ、あの新型ラブ4の SUV としての実力を検証していきたいと思います、はい、さあ続いては小森屋さんからユーザー代表としてのツボの発表お願いします。はい、私のツボはこちらです。まあ、本当ライバルはたくさん出てきててどんどん進化してるわけですよね。その中においてこのラブ4の使い勝手、器としてのねあり方どうなのか、はい、まあ、新しくなったわけですからどの辺がどう改善されたか、もしくはこんな要求がある、いろいろ見ていきたいと思います。はい、さあお二人のツボが決まったところで本日のお客様をご紹介しましょう。トヨタ自動車株式会社第二トヨタセンターチーフエンジニアの佐藤道彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。では早速ですがトヨタラブ4の特徴をメーカーの方に伺います。3つのセールスポイントです。佐藤さんお願いします。はい、新型ラブ4の3大特徴ですけれども、まずその第1ですけれども、あの走る、曲がる、止まる、その基本性能を向上して、性能の領域を広げました。オフロードから高速道路まで、例えば欧州ドイツのアウトバーンまで道を選ばずストレスなく走ることができます。そのためにプラットフォームを新開発し、ボディ構造、サスペンション、ブレーキ、パワートレーンは全て新設計し、新技術を積極的に採用しました。第2に、スタイリッシュな SUV というデザインの良さです。力
強さを表現した外形デザインとモダンで上質感のある内装とし、セダンやミディアム SUV にも匹敵するレベルとしています。第3にミニバン、セダンユーザーにも受け入れられる心地よい室内空間と多彩なユーティリティの設定です。新たにラブ4がカバーする領域を SUV という枠から広げて、時と場所を選ばずにオールラウンドに活躍する車としました。そのために室内に快適な装備を設定するとともに、2室床下収納スペースの設定、リアショックアブソーバーを斜めに配置して2室幅を広げる、そしてワンタッチでフラットフロアを実現するスーパーチルトダウンシートを開発する、それらが3大特徴となっています。はい、ありがとうございました。ではこのトヨタラブ4に五郎さんが試乗しています、今回のポイントは。そうですね、今伺ったようにね、SUV としてスタートしたんだけれども、実はね、もっと今は乗用車的な使われ方をしているということでね、走りとかユーティリティとかは随分高めてきたようなんでね、その中で、今回ね、乗用車的な走りをどのくらい見せてくれるのかということを、中心に検証してきましたので、 VTR ご覧ください。乗ってて SUV という印象がね、高い視線という意味では非常にこう SUV らしいんですけれども、その一方で重量感みたいなのは見事にないですよね。これは初代のラブ4からの伝統で、非常にこう軽快な乗り味、外観も含めてなんですけれども、非常にこう手軽に、扱える SUV という、 こうイメージを強調してますよね。ですからそういう意味では非常にこうとっつきやすい SUV だと思いますね。キビキビと軽快に走る、曲がる、止まるをコンセプトに開発された新型ラブ4なんですが、まずは高速道路で走る性能についてチェックしていきたいと思います。で、実際にハンドリングということを見ていくと、本当に軽快なんですよ。でキビキビ走るし、すごくそういう意味では乗用車から乗り換えても違和感は全くないと、そんな風な仕上がりなんですけれども、ただ一方でこうして高速道路なんかを走っていて気になるのが乗り心地ですね。トヨタ車らしく段差なんかを乗り越えた時の、ゴツゴツした振動の抑え込みは非常にうまくいってるんですね。ただその一方で、普通の道を、例えば高速道路なんか一番顕著なんですけれども、走っていても常にこう上下に、揺すられている感じが残っていますね。で実はこのラブ4、新型ラブ4は全く新しいプラットフォームを使っていて、リアサスはコンパクトなことが売りということで、パッケージング的には非常にこう大きなメリットを生むんですけれども、その一方でちょっと見た感じ、そのサスペンションのレイアウトが、この乗り心地に悪さをしているのかなという感じがしますね。特にリアサスがうまく動いてないような感じの乗り心地は、ちょっとこう改善を期待したいなと、はっきり言って僕が SUV に求める乗り心地の許容範囲を超えてるなと思います。このエンジンはなかなかいい感じですね。すごく静かだし、でトルクもあるし、で踏んでいった時のパワー感、音、全て高い次元でまとまってますね。で CVT なんかも、これ7速のマニュアルモードがあって、非常にこうレスポンスよく使えると。でこれだけレスポンスのいいマニュアルモードを持っているんであれば、できればこのステアリングのところにパドルがあってもよかったのかなと、これが、パドルがあればもっともっとスポーティーな感じというのは、強く味わえたと思うんで、ちょっと残念ですね。今日試乗しているのは 4WD のモデルですが、FF のモデルもラブ4には用意されていて、それと比べると、どっしり感が、ありますね。で
まあ、当然これは重い分どっしりしてるというのもあるんでしょうけれども、四輪駆動によるその直進安定性の高さというのもこのしっかりした感じ乗り味には貢献してるなと思います。ただ、まあ、FF に乗った経験から言うと、FF はねもっと軽快でキビキビと走って、まあ、むしろそのラブ4のコンセプトのこうキビキビした軽快な走り味という点ではなかなかその捨てたもんじゃないなと、価格も安いし燃費もいいしということで、意外とまあ僕はこのラブ4だったら四輪駆動にこだわらないで、FF を選ぶのも一つ手なんじゃないかなと思いましたね。まあ、これは非常に完成度の高い車なんで、乗り心地さえもっと良くなれば相当商品力はアップすると思います。価格的にもかなりお買い得な設定にされているんでね、まあ、そこら辺ではさすがトヨタだなという感じがします。さて今度は千葉県にあります日本オートモビルカレッジのテストコースでラブ4の基本性能である曲がる止まるについて引き続き検証していきましょう。で、まあ、走ってて思うのは、なんか思ってたよりしっかり走るな、ハンドリングはいいなということですね。普段ではない今横地が出てるんですけれども、そういうところでもこれだけ高い位置に座っていて、で重心も高くてっていうとコーナーで当然ロールを大きく感じるはずなんですけれども、こうタイヤが悲鳴を上げるような状況になっても全く、このまま行ったらこれは転がっちゃうんじゃないかっていうような、ね、恐怖感は一切感じないですね。あとタイヤの接地感もかなりしっかりしてます。で、まあ、パワーステアリングなんかにしても電動パワーステアリングが最近は本当にどんどん良くなってきていて、すごく路面とタイヤのフィールを忠実に伝えてきますよね。でそこら辺のそのいろんな技術の進化の組み合わせがこういうちょっと背の高い車にもこういうスポーティーな走りをこう可能にしてると、そこら辺は一昔前ではちょっと考えられないようなことだったんですが、まあそれが普通にできてしまうとすごいことだと思います。今乗ってるのは四輪駆動なんですが、 FF とはやはりこういうとこ来ると決定的に違う部分がありますね。それはコーナーからの立ち上がりでアクセルを踏んでいった時、ラブ4の FF は割とあっけなくホイールスピンを起こしてしまう、でそれ以上車が前に進まなくなるというね、現象が起きやすいんですけれども、まあ、この四輪駆動の場合はさすがに常にエンジンの能力を 100% きっちりと路面に伝えてきて、まあ、こういうスポーツ走行した時の、まあ、ラップタイムだけじゃなくて非常にこう安定した走りにもつながってますし、これブレーキもね思ってたよりしっかりしてますね。で非常にこう踏み応えが剛性感が出ていて非常に信頼していられるブレーキだと思います。そうですね、これ7速あるんですごくギア比の選択の幅が広い、どういうコーナーでももうバッチリのギア比を選べます。非常にハンドリングのいい SUV だなということで、まあ履いてるタイヤがねそれほどハイグリップではないんで、スポーツカーのようにこう強烈な横 G を感じながらということにはならないんですけれども、これだけ背の高い車がそういう走りを見せてくれるということは、まあやはり画期的なことだと思いますね。
まあ、いつもとちょっと趣の違う場所で撮ってますからね、うん、かなりスポーティーな走りを楽しめたんじゃないかと思いますが、でもね、映像を見てると結構地味な走りっていうかさ、うん、というのをこの車あの SVSC というね、うんうん、こう進化した姿勢制御装置っていうものを持っていて、うん、あんまりね走ってると何も起こらないというね、そこが一つこの車 の売りではありますよね。はい、そうですね。そこですごく安定して走れるというところが売りになっております。うん、SVSC というのは、まあ、簡単に言うとどんなものなんですか？これはですね、今回の場合で言いますと電気 PS ですね、うん、を使ってます。それから電子制御四駆というのを使ってます、うん、で VSC とこの電気 のステアリングとあと四駆の前後配分、これをすべて統合して協調制御をするというのがですね、うん、SVSC プラス の今回の電気 PS で電気のパワーステアリングですね。あ、なるほどね。全体でこう抑え込まれちゃった、その姿勢が乱れてから引き戻すっていうね、うんうん、VSC それとは違って乱れそうになったら事前にそれをね防いでくれちゃうっていうんで、まああえて飛ばしててもね、なんか普通に乗ってる感じがすると。なるほどね、うん、そうかそうか。それとあとはエンジンが非常にこうフィーリングが良くなったと、うん、そうですね。これは今まであった 2.4 リッターと基本は同じそうなんですけれども、はい、どこの部分が新しくなってますか？2AZ という名前のエンジンなんですけれども、今回周動抵抗を徹底的に減らすためにですね、ピストンスカートという部分の形状を変えるのと、あと熱変形をですね減らすためにこの前のボアのところにですね工夫しまして、周動抵抗を下げるのと、あと圧縮比も 9.6 から 9.8 に上げて、うん、でパワーも10馬力上がってますので、実際言いますと 2AZ の名前でも中身はかなり大きく変わって進化してます、うん、かなりまあ軽快にこうスポーツに回るようになっているような感じがしましたね、うん、ただ僕がね、うん、一番気になったのは乗り心地なんですよ。それは何の問題なんですか？いやリアサスペンションすごくコンパクトにできていて、うん、それを見た瞬間にいやこれでうまく動くのかなと僕は最初思ったんですね。やっぱりダンパーってすごくこうちゃんとこう距離をつけてサイズのでかいものをつけてあげた方が効率はいいんですけれども、これ斜めにすごく短いものがついてるんで、はい、うんうんうん、でそれがねまだこう悪さをしているような感じだったですね。ストロークそのものはですね、従来と同じストロークを持ってまして、斜め配置するということで、まあ、コンパクトにするということで、まあ、スタートの時からですね、従来のものと の比較してで性能的に問題ないかということをチェックしてみます。その結果ですね、操縦安定性の良さと乗り心地という点では我々 の評価の中では狙いのものになってまして、ちょっと今回乗られたところはもう少し乗り心地に振った方がいいという、まあ、ご指摘はありましたけども、ね、すごくこう見た目にはフラットに見えるんだけれども、多少うねってるっていう道で、要するにダンパーの微小本当に動き始めのところがねうまく効いてない感じですね。ですからもうこういうふうにね動いて、おっしゃるように段差をドーンと乗り越えた時なんかは、うん、非常にまとまってるんですけれども、でもねそれはね普通の人にはなかなかわからないかもしれない。でも体は正直だから長く乗ってると疲れるっていう ね, というね。だから高速で長距離移動なんかしてる時に、うん、なんか知らないけど少しこう、うん、って感じてくるものがあるかもしれない ね道がきっと悪いんだろうなと多分一般のユーザーは思っちゃうんだけど、うん、実は車によってそこら辺は結構変わるんで、まあ、僕とはそラブ4の走りに関してはその極低速域ですね、ダンパーの動き始めの渋さをもっと取るといいんじゃないかなと思いますけどね、うん、それは調整とかでなんとかなるもん、それは微調整とかですね、そういうところの今後のですね中で我々の中でも見てですね、修正できる部分は、まあ、入れていく部分もございますね、うん、ただライバルの三菱のアウトランダーなんかと比べると、うん、そこら辺が弱いところだと、思いましたね。うん、あとはこれですよね、先日ほらラクティスなんか、紹介しましたけども、それもねスポーツマインドをくすぐるという意味ではパドルシフトなんかついててね、うんうん、これもそれだけ走る車であるならばそういうのがあってもよかったかなと思いますが、これは意図的に外したんですか、それとも、これ の、まあ、パドルシフトって言いますとどうしてもF1、うん、カーというのはですねイメージありまして、これは基本はSUV ってことがありまして、かなり、まあ、スポーティーな走りは できますけども、あまりそういうものではなくて今のこ の、シフト操作でも十分できるということで、今回はパドルシフトというのは設定せずにいっております。
あえてね、はい、うん、まあ、ただ150万円のラクティスみたいな車がねつけてきてる同じメーカーさんの中でというとやっぱり250万円、まあ200万切ってるグレードもありますけれども、中心グレード200万円台の、車でやっぱり欲しいなって声も出てくるんじゃないですかね。まあ、あの今後皆さんの方からのそういう要望あればですね、またあの次の機会のタイミング見てですねというのはありますけれども、あのここ の, あのインパルの、まあ、デザインのバランスと考えまして今回の場合はですねそれがない方がすっきりしてあのいいということで、あの設定しておりません。うーん、なるほど。さあ、あとは四駆ですよね。四駆が、うん、割とやっぱり電気的なって話さっきしてましたけれども、うん、あのトルクの配分なんかが動いてくるわけでしょ。そうですね、うん、電子制御四駆ということで路面の状況ですね、あの滑りやすい路面とかそうでない状態っていうのを検知しまして、で必要に応じてあのリアに振ると、であの通常あのいい道においては発進するときは あのほとんど前寄りのですね、あの、まあ、数パーセントだけ後ろにあの配分しますけれども、それで走ってきまして、あの高速道路を走るようなときもほとんどフロント寄りですけれども、滑るような状態になったときには最大で言いますとリア側に45、フロント55というところを自動的にあの制御してあの運転できるようにしております。うん、さっき の, あのサスペンションのこう微妙なバランスなんかもね、その四駆の設定で少しどうにかなる部分もあるんですかね。あの、まあ、四駆の制御と今 の, その乗り越しのところってまた別のものですので、うん、ちょっとそれとはまた別と感じます。うん、なるほど。まあ、あの高速道路を走ってて良かったなのはと思ったのは直進安定性の高さだったんでね、うん、まあ、それはね FF でもかなり高い、四駆だとちょっともうちょっと高いですね。うん、それはあの、あの基本性能ですね。最初言いました、ね、走る曲がる止まるの走って、うん、フロントサスペンション の, あのサスペンションジオメトリーも見直してます。うん、あのキャスター角もですね6度まであのしてまして、そういう点であの FF でも十分まっすぐ走りますし、まあ、プラスアルファで四駆するのでより安定するということになっております。うん、これ選ぶときにちょっと迷いますよね。うん、さあ、じゃあここで一旦 CM です。まあ、いきなり後ろこう開けてみましたよ。で、さっきのね斜めのサスペンションが逆にこの荷室の広さを演出するわけですよね。はい、そうですね。あの従来に比べましてですね230ミリあの幅を広げて、従来ですと広いですと言いましてもどうしてもここ の, あのホイールハウスですね、ここがやっぱり結局なんか狭く見えるんですけども、うん、まあ、の見た目にもあ広がったねって分かってもらえると思います。なんかいろいろ仕掛けがありそうですけど、あのこれはですねあのスーパーチルトダウンって言いまして、ワンタッチでシートを倒すことができます。あの実際トライして見ていただけるといいんですけども、そのどれを、あのレバーがですね横に左右にございまして、これを引っ張っていただけるとそのままあのワンタッチで取れます。これを、はい、これをボンってやると、おお、これは随分平らになりますけど、今座面が下がったんですか。はい、シートクッションの高さも下げても、通常ですとただシートバックが倒れるだけで、あの団地のある状態になるんですけども、これはシートクッションも下に斜め前に下げてます。なるほどね。まあ、これで一遍でこうパラッと平らになるんだったら確かに便利だし、でここにも、はい、あ荷物がね結構詰めますよ。まあ、ここが63リッターのですね、うん、あのスペースということで、いろんなものも通常ですとゴロ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 結構あの荷室の上でするんですけど、下に入れて買い物をした時にも中に入れてもらえばこれ便利かなということで設定してます。釣り道具とかね入れたらぴったり入る感じだね。これ背面スペアタイヤじゃないですか。はい、で後ろについてるとね、今時の SUV って割とそのこれがなくなってね、乗用車停止とかどん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 強くなってきてると思うんですけれども、はい、うん、そこら辺はこれをつけた理由、残した理由っていうのは、はい、それ一つはですね、まずあのラブ4っていうのは SUV ですということで、うん、一つの記号性としてやっぱスペアタイヤはここに残そうって、うん、一番最初の時にあの議論しました。で、あとユーティリティを今回よくしますっていう時に、うん、スペアタイヤをじゃあここじゃなしにどこ持っていくかっていうとですね、ここの通常車ですけど、ただあのデザイナーはですね、もう一つあのリアオーバーハングを短くしたいっていう強い気持ちでしょう。それは私もそうですけど、ラブ4っていうのはあのオーバーハングっていうのは前後とも詰めてるっていうのが一つの特徴で、うん、軽快感がある車ですと。そうしますとスペアタイヤをここに積もうと思うとどうしても後ろにですね伸ばすと、あの走りが良くてもなんか鈍調だなというイメージになります。だから詰めます。それとやっぱりここ の, あの大きなスペースを今回入れると、
そうすると、貝がこれが一番いいというのが今回の我々の貝。最近はランフラットタイヤってパンクしても走れるタイヤというのが、ね、はい、どんどん出てきてますけれども、うん、そこら辺の採用というのはお考えにならなかったですか。それはですね、やっぱりインフラの問題がございまして、ランフラットタイヤっていうのは中に中子と呼ばれるですね、リングですね、これがありまして、これをはめるときにどうしても専用のアタッチメントが必要になる、うん、それはまだ日本のタイヤ交換もできるところにですね、うん、十分配備されてませんので、うん、まあ、今後そこのインフラが整備されてきた後にはですね、可能性があると思います。それはまあ今後のことで、今この時点ではまだ、うん、ランフラットタイヤっていうのは日本においてはまだ難しいなと、まあ、欧州ではテスト的にそれも一部を入れてるみたいですね、はい、欧州仕様にはそういう設定も上級モデルでありますので、うんうん、そこでまずヨーロッパでスタートして様子を見るという状況になっています、うんうん、なるほどね、まあ、そういうデザインもあってもいいでしょうね、うん、それからあとこの例えば、まあ、よくですね、僕なんてこういう車に乗ると考えちゃうのが、この後ろに寝たいななんてこともあるわけですよね、はい、遠くまで出かけていって、で明け方を待つ間ここで寝てでまたね遊びに行く、うん、こんな時にこの長さっていうのは大人が寝るにはちょっとまだ短い、それがこのラブ4の、ね、サイズの特徴でもあるんでしょうけど、もうちょっと長いバージョンっていうのはないんですか。まあ、この状態でもですね、うん、十分寝れるとは思ってますけども、まあ、今言われた長いバージョンないですかっていう質問に対してはですね、アメリカ仕様では、うん、実はこれよりも205ミリ長いモデルはございまして、アメリカのスモール SUV としてやっとその領域に入ったモデルがそれでございます。ただ僕それ聞きたかったんですよ、うん、アメリカのそのロングバージョンというのは3列シートなのね、うんうん、で結構しっかりと3列シート7人乗れるわけですよ、うんうんうん、それはなぜ日本にこう入れなかったのかっていうことがちょっと疑問だったもんですからね、うん、それはですね、やっぱり欧州と日本の、まあ、道路事情なり国の大きさですね、そう考えますとアメリカである大きさっていうのはやっぱり非常にもう大きくてですね、今回の狙いの警戒にですね、走る曲がる止まるを実現するという、まあ、欧州日本の狙いに対してはやっぱりこの我々、まあ、ショートと呼んでますけど、このサイズがぴったりだなと。まあ、ボディサイズ最近、うん、確かにどんどん大きくなってきて、今回もこう幅が1815と超えちゃって、うん、なんでこう車ってモデルチェンジするたびに大きくなっちゃうんですかね。まあ、そこがですね、やはりモデルチェンジの、まあ、合わせていろんなユーザーの声を聞くんですけど、ラブ4の場合もそういうヒアリングっていうんですかね、ユーザーの声を聞きますと、やっぱり旧型のモデルっていうのは室内が狭い、特に荷室が狭いというのはですね、ご指摘を受けてまして、やっぱそこは、ゆとりを持つということで、全長を伸ばすのと、まあ、幅もゆとりを持たせるというので、まあ、こういう形に、まあ、車とどうしてもそういう進化をたどっていくというようなことがございます、ね。まあ、そのうちだん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 大きくなっていくとね、このペースでなんか10年後には2メーターぐらいの車になってちゃうようなどっかで止まってほしいんですけれども、ね、まあ、でもこの大きさが室内にどのぐらいこう、ね、うん、メリットを生み出しているのかっていうところでいくと、僕はね、まあ、これ結構今小森さん座ってるけど、はいはい、逆に座ってると思うんですよ、うん、ただね、1815になった割には横幅はどうだろうって考えると、3人横に乗るのはちょっとこれ辛いですね。ですからなんかそこら辺で1800超えたのに、日本では車庫証明取れない人多いのに、3人横に座れないっていうのはちょっと中途半端なパッケージングのような気がするんですけど、そういう意味ではなんか日本というよりもやっぱり軸足は海外ですか。これはまあ、ここのですね、今言われたようなどうしてももっとこのサイズだから、うん、室内の幅を取りましょうという場合ですと、どうしてもミニバン的なですね、うん、もう目いっぱい広げたものになりますけども、これはやっぱりデザインの良さということで、うん、この力強さを出すためにここの、うん、フレアですね、この張りを出すために、うん、衣装しろという部分でもこの車の場合は幅を取って、うん、そこはバランス、室内幅と、ね、衣装幅というのでバランスを取ってます、うん、なかなかね、まあ、日本だと1800超えるとねちょっとね厳しいなという部分が僕はあると思って、でも今小森さんは3点式のベルトをしようとしていて、これは どうやったらいいんですか。悪戦苦闘してるわけなんですが、ここにですね、そこにあったんだ、はい、ここにこうはめていただいて一旦ね、はい、っていうのはこれ脱着式になってますので、まあ、中央っていうのが常時使うものではありませんので、やっぱりその使うと収納できるようにここにはめるというような形にする。なるほど。完全にこの真ん中の人というのはエキストラシートなんですね。
まあ、ゆったり乗っていただくには、ね、あの4人で使ってもらう、まあ、あの乗られるときにはこうやって使えるようにということにしております、うん、そうだよね。だってこれでこっちの人が今度シートベルトしようとするとここが出てこなくなるもんね。あ、ここで、うん、あの使えます、ね、なるほどなるほど。ちなみにこの車は国内と海外の販売の割合というのはどのくらいですか？30万台のうちの、まあ欧州で言いますと今年で10万台、アメリカで16万台、うん、で日本国内ですとまあ年に今2万4000台。あ、30万台のうちの2万4000台だとやっぱり海外重視しちゃいますよね。まあ、数という点ではやっぱ海外の方が多いというのが、うん、状況でございますね、うん、なるほどなるほど。まあ、そんなわけでね、大丈夫ですか？あ、ようやくしまいました。まあ、じゃあここで一旦 CM 行きましょう。はい、くるつぼナビのコーナーです。今回は皆さんからの質問に答える Q&A です。今日はメールでいただきました藤沢市にお住まいの佐藤裕二さんからです。ありがとうございます。燃費の良い運転の方法について MT 車 AT 車それぞれについて教えてください、うんうん、なるほど。燃費重要ですよね、うん、で、まあ、燃費を良くする運転、まあ、もちろん燃費を良くするには運転が一番大切なんですけれども、うん、はい、その前にチェックしてもらいたいことがあるんですよ、うん、ね、小森さんなんてさ、うん、いつも車にほらゴルフの積んでる、ね、積んでるでしょ。キャリーバッグごと積んでますよ、ね、ああいうものがまずこう車に余計な、まあ、物置代わりになっちゃってる場合多いじゃない。あ、そうね、うん、多少ステーションワゴンなんでね、例えば荷室が広いから、うん、いつもそこに置いといたら便利だなと思って、うん、そうでしょ。でもね、うん、やっぱり車をこう軽くすることっていうのもね燃費にすごく効くんで、まずは余計なものはね車から出すと、で次に運転をどうするかなんですけれども、うん、はい、まあ一番いいのはアクセルを深く踏みすぎない、うん、簡単に言うとね、で踏んでる時間を短くすることですよ、うん、でそのためにどうすればいいのかっていうと車間距離をしっかり空けて、あと急加速もしないとか、うん、それってなんかほら、そういう運転すると安全運転にもつながるでしょ。なるほどね。実は省燃費運転って安全な運転にもつながるんですね、うん、なるほどなるほど、うん、だからもう本当にそれはねいいことばっかりなんで、もうどん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 それ心がけて、でちなみに AT と MT も基本的には同じです。どっちがどっちで運転が変わるということはなくて、アクセルをなるべく深く踏まず踏んでる時間短くするということがポイントになると思いますね、はい、ぜひ心がけてみてください。以上今週のくるつぼナビでした。続いては番組からのプレゼントです。自動車専門誌のカミオン、ザマイカー、新車王、トレンドワゴン、ドライバー、ナビ、ニューモデルマガジン X、 ホリデーオート、モーターファン別冊、モーターマガジン、以上10紙の中からご希望の雑誌を抽選で100名の方に無料でお送りします。お申し込み方法は郵便はがきに希望の雑誌名をお書きの上、住所、氏名、電話番号、そして番組に関するご意見、ご希望を書き添えの上、ご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK のホームページまでアクセスしてください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。また皆さんからの車に関する質問、そして壺に選定してほしい項目も合わせて募集しています。おはがき、メールお寄せください。まあね、元祖乗用車ベース SUV ということでね、はいはい、まあ、思い返すと初代のラブ4ってものすごくコンパクトでキュートな車だったわけですよ、うんうんうん、で今この3代目いろんなとこが良くなってますね、はい、本当に良くなってるんだけれども、その一方で初代が持ってた警戒感みたいなものがね、ちょっとスポイルされてきてしまったのかなと、うんうん、そこのとこがちょっと残念というのは、うん、日本で考えた場合にやはりですね、幅は1800超えると使いづらいとか車庫証明が取れないっていうのがあるんで、まあ、それはできるなら超えてほしくなかったな、プラスもし超えるんだったら、うん、そういう車じゃないとできない、なんかその後ろに3人横にね快適に座れるとか、そういうものがあるとそれは説得力になるのかなと、うん、そんな風に思いましたね。ですから僕は今の SUV ラブ4はどっちかというとやっぱり世界を睨んだトヨタの世界戦略者になったのかなと、そんな気がしましたね。なるほど、うん、はい、さあ小森屋さん、 SUV としての器、は
だったんですけど、まあ、今ね、五郎さんが言ったこととほとんど同じですよね。だから昔の僕がその10年前に見たラブホのキュッというイメージ化すれば大きくなったんで、その分期待する部分もあると。だからその、まあ、北米で売ってるような22センチストレッチした、21センチですか、ストレッチした車があってもいいような気がするし、うん、そうじゃなかったら逆にキュッとしたコンパクトな部分があってもよかっただろうと、うん、いうのは思いますけど。でもね、後ろね、こうガチッとハッチを開けたら4カ国語で注意が書いてあったりするわけですよ、ね、だからね、世界のどこ行っても同じ車が走ってるんだっていうプライドを持つことはね、すごくいいことだと思うし、それができる車だしね、うんうん、だから器を何に見るかだな。そうだね、何に見るか、その荷室のパッケージングとして僕は最初は考えたけれども、うんうん、世界戦略者としての、パッケージングと見るか、うんうん、そのあたりの、ね、ところっての、これは買う側の、ね、心理になると思いますけれども、うん、そうだね、うん、まあ、そういう意味で僕はアメリカで売ってる3列シートが入ってくると非常にこう日本では、ね、説得力につながるような気がするんですけれども、そこら辺はユーザーの反応次第では検討する余地ありですか。まあ、それは今後のことだと思いますけども、まあ、さっき言われたそのラブ4のまあ警戒感、ちょっと少しスポイルされてると言われましたけど、うん、まあ、これ言いますと最小回転半径 5.1 っていうふうに前の 5.3 よりも 5.1 にして小回り性はよくしてますけど、うん、まあ、そういう警戒感という点ではやっぱりこのサイズかな。ですけど、まあ、声が非常に多くなれば、まあ、それはこの車の名前なのかよく分かりませんけども、この長いというものっていうのも可能性はあるのかな。まあ、ラブ6とかでもいいじゃないですかね。まあ、そういうラブ4からラブ6かそうですね、いやでも本当コンパクトにギューッといろんなものが詰まったっていう意味ではね、うん、もうニューラブ4ですよね、うん、でまた来週。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。